4.4mm バランスに変えていきたいと思います。あ、バランスめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗になるじゃん。さらにどうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。シャーミンの H7 です。シャーミンね、もうすっかりおなじみですよね。30年以上のですね歴史を持つ中国のオーディオメーカーです。そちらがね先月リリースしたのはこちらの H7 AK4499EX と AK4191EQ っていう2つを組み合わせたハイエンドクラスの DAC になるわけです。これがですね iPhone などのスマホ、あとはタブレットですよね、 PC、 あとは PS5 とか、さらには多くの出力も兼ね備えたという優れもの。今回ねご提供いただきました、ありがとうございます。さあ果たしてこれがどれくらいイケてるものなのか、これから皆様と一緒に確認していきたいと思います。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらがですねシャンリンの H7 です。開けていきましょう。タラーン、出ました。 Life is short, play more、 人生は短い、遊ぼうぜっていうことで、さらに開けると出ました。すげえ、かっちょええ。これは本体なんで後で詳しく見るとして、たっぷり長めな USB-C のケーブル、据え置きするときのゴムですかね。そちらと、3.5mm の同軸ケーブル、USB-C のケーブルに、書類一式、専用の収納ポーチまで付いてました。ほんで、こちらが本体になるわけです。上にはですね、MQA とかハイレゾオーディオっていう風に入っていて、表示ディスプレイはこれだけです。デジタルオーディオプレイヤー、DAP ですよね。そういったものじゃないんで、ここでちょびっと見えれば OK っていうことになっています。出力は 6.35、3.5、4.4 となっていますね。他にもマイクロ SD とかですね、USB DAC つなぐ用とかとですね、充電用に光デジタル入力、同軸デジタルですか、まあ、そちらもいけるというようになっていますね。構成は冒頭でも言いました AK4499EX に AK4191EQ をですね組み合わせたもの。 AK4191EQ でノイズをですね少なくした後に AK4499EX で変換していく。デジタルとですねアナログですよね、そちらをうまく組み合わせることでノイズの少なさを実現できたと。アンプには TPA6120A2 を中心に設計、パナソニックのタンタルコンデンサーとかアルミ電解コンデンサーシルミック2を調整し採用していると。滑らかで温かみがありナチュラルでパワフルなサウンドになっているらしい。ローパスフィルタ回路には OPA の2211、こちらにコンデンサーとですねレギュレーターを組み合わせることでクリーンな出力になっている。他にもですねシャンリン独自の FPGA 技術ですよね、そちらと KDS 社製の水晶発信機を2機搭載、雑音を極限まで抑え純粋で原音への忠実性の高いサウンドを実現できたと。他にも PCM では 768kHz の 32bit、 DSD512、 MQA のフルデコードまで対応、 Bluetooth 5.0 に対応しているので Bluetooth レシーバーとしても使うことができますし、各種コーデックにも対応、 Android では LDAC、 iOS では AAC も使えます。もちろん USB DAC としても使えるので、スマホや PC、 タブレット、ゲーム機器へも使えます。 6800mAh の大容量バッテリー、豊富な入出力、各種のダイヤルで簡単操作、再生音源によっても色が変わっていく仕様になっています。そしたら電源入れていきましょう。ポチッとな。はぁ、あ、ほうほうほう、来ました、シャンリーンということで、お早いな起動が。でこんな感じの画面になってて、右側がバッテリーですかね、ボリュームとかねそういったものが出てますね。でポチッ押していくと、は Bluetooth とかいろいろ押すと切り替わっていくんだね。あ、こっちで再生停止か。はあ、はあはあ、なるほどなるほど。だから長押しすると、あとモードも変わるんだ、原因とかね。これはインピダンスが高いやつですよ、ゼンハイザーの HD660S2 とかね、あの辺は結構高くないと難しいからね、この辺で切り替えていくのと、あとはですね、あ、シャープロールオフ、あ、これはですね過剰帯域外フィルターのことです。この辺はすごいややこしいんですけど、音がね聞こえなくなった部分をどうするかっていう話なんですよね。スーパーロールオフだと演奏者に、まあ、近い感じなんですけど、シャープロールオフだと遠くなるとかですね、まあ、結構細かく分かれてるんで、まあ、この辺はね正確に聞き分けられるかどうかってすると結構難しいところになるから、まあ、自分の好きなものね聞きながら選んでいただくといいかなと。なるほどなるほど、分かった。じゃあ音つないで聞いていきたいと思います。
したらですね、マイクロ SD で最初は聞いていきましょう。ルサット 3.5 でいきましょうかね。あ、めっちゃいい音これ。すげえクリアだぞ。で、音もすごく広くて、で、このイヤホンとかですね、ヘッドホンとかですよね、その音っていうものをしっかり再現してくれるから、使っていて非常に楽しいですよ。iPhone とですね、接続してみましょう。いや、めっちゃ綺麗だわ。いや、全然大丈夫ですよ。すげえいい音。低キーとして鳴っている音ですよね。まあ、例えばドラムであるとか、ベースであるとか、演奏の光景がね、しっかり浮かび上がってくるような、ぼやけることない、しっかり綺麗な低キーが聞こえます。で、中域もですね、同じく、ぼやけることはなく、はっきり聞こえるしね、広域ですよね、こう、キー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 いっちゃうとか、まあ、そういうことも全然ない。すごくクリアで聞き取りやすいし、何よりね、ノイズが全然ない。全ないね。今こうしてつけている時にも何も聞こえないっていう、音的にはね、すごく綺麗だなっていう風に思います。 4.4mm バランスに変えていきたいと思います。あ、バランスめっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗になるじゃん、さらに。いやー、素晴らしい素晴らしい。全然違うよ。そしたらじゃあ、純正でも聞いてみましょうか。 iPhone の純正で。あ、ボーカルがやたら前に出ちゃうな。あと、中域がちょっと膨らんじゃうんだね。なるほど。違います。あ、よかった。聞き取れて。すごいよかった。そしたら、Bluetooth でもちょっと聞いてみようか。はい、シャンリン H7 という風に書かれています。あ、でもやっぱ透明感下がっちゃうね。当たり前だけど。あと、低域がこう、やっぱ若干弱く感じちゃうな。やっぱ有線の方がいいね。これもしょうがないっすよ。まあ、こういう風なものですよね。あとですね、アプリですよね。こちらを使えば、本体を触らなくてもですね、操作をするということができるようになります。これもすごい便利ですね。ゲインですよね。そちらを変更できたりとか、あとさっきのデジタルフィルターですね。そこも変えられますし、あと左右のバランスとかね、そういったものも変更することができると。じゃあ最後はね、ヘッドホンでいきましょう。あ、やっぱこっちの方が低域が全然いいね。あと音が広いね。すげえ綺麗だ。あー、素晴らしい素晴らしい。もう大満足ですね。なるほど。わかった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はシャンリンの H7 ご紹介しました。いいところ残念なところをまとめていっていくと、めっちゃいろんなことができます。マイクロ SD ですよね。そちらで操作をするっていうこともできるし、 Bluetooth としてつなぐこともできるし、 USB ですよね。あとライトニングケーブルとか、まあ、そういったものをつないで iPhone とか Android、 タブレット、 PC、 そういったものの音をググッと良くすることができる。 iPhone とかで Android、 タブレット、 PC もそうなんですけど、音の良さっつうのは二の次三の次なんですよ。そりゃそうでしょ。やっぱサクサク動かすっていうことを優先に置くから、音っつうのはまあ 3.5 ミリついているけど、まあ、とりあえず流せますよと。ダックがどうとかっていうものはやらないわけですよ。でもこれがあれば、いろんなデバイスがね、簡単に音が良くすることができる。まあ、もちろんプレイステーションとかですね、まあ、そういったゲーム機ですよ、そちらに繋ぐこともできるんで、これ一つでね、いろんな遊び方ができるなっていうふうに思います。で、すごいね、いいなと思ったのが出力の多さね。これめちゃくちゃ多いよ。なんつったってRCA ついてるから、カーオーディオとかですよね。そういったものにも使うっていうこともできるだろうし、同軸デジタルもあるし、まあもちろん 3.5 ミリとか 4.4 ミリとかですね、バランス、アンバランス、そういったもので楽しむこともできるんで、自分の持ってるデバイスっていうもののパワーですよね。そちらを 100% 発揮してくれるかなっていうふうに思います。あとかっこいいね。そのデザイン的に、このゴツゴツした感じね、すげえ男心をくすぐるなぁと。でね、こう持ち手もこう丸くなってて、すごい持ちやすいのもそうなんですけど、ちょうどいいの。ダップもそうなんだけどさ、まあ、どのいいやつってちょっとズシッとするじゃないですか。それがいいじゃん。ちょうどこう手に馴染む、ちょうどいい重さだなっていうふうには思いますね。あとちっちゃいディスプレイもついてるから、自分が今何操作してんのかもわかるし、あとアンドロイド使えばですね、接続して今の設定っていうものをですね、ちゃんと確認するっていうこともできるんで、非常にいい音で楽しむことができる優れた商品だなっていうふうに思います。で、肝心の音はですね、しっかり低域の輪郭ですよね。低域の輪郭って、まあ、全体的な音の輪郭、このぼやけがちな部分ですよ。なんかこう散っていってしまいそうな細かな音ですよね。そういったものもですね、クキッとしっかり聞かせてくれるんで、低域だったら低域でしっかり深いし厚みを感じるしね、中域っていうものもですね、しっかりぼやけることはなく広域に続いていくっていうのかな。で、広域もすごくクリアだし聞き取りやすいし、声も伸びやか
だし、それでいて変に誇張しない？音ってこうなんすよと。この音って録音されたままの音で、で、イヤホンだ、ヘッドホンだ、スピーカーだっていうものは、しっかり余すことなく出してくれる。で、そうね、もうあえて残念なところを言っていくと、そんなサクサクじゃないっすよ。めちゃくちゃサクサク動かせるかっつうと、やっぱちょっとワンテンポ遅れたりとかするから、まあ、そこしょうがないかなっていうところなのと、あとアプリが完全な日本語じゃない。まあ、そこはね、しょうがないかな。でもちょっとしたうっていう風な思う言葉とかはあるから、完全な日本語対応、完璧なものっていうわけじゃないかなっていう風には思いますね。でもそんなもんで、個人的にはすごく面白いものじゃないかなっていう風に思いました。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方は高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。続けまして、じゃあ。